長、調子はどう？作戦任務はだいぶ減ったのに、毎日忙しいのよね。でも心配しないで、もう慣れてるから。最近は予備訓練学校の準備をしながらいろんな町を巡っているの。人々に私の考えを伝えてるんだけど、興味を持ってもらえてるわ。町の子供たちは元気でやんちゃだけど、みんな可愛くて聡明なのよ。私は一緒にぬいぐるみを作ったりしてるの。今のところ準備は順調よ。セーフレイヤーを作った時より経験を積んでるもの。これから入学する子供たちも、いつか彼女たちの夢見る姿になれるかしら。この手紙にぬいぐるみを同封しておくわね。柔らかいから抱き枕としても使えるの。気に入ってくれたら作り方を教えるわね。そうだ、忘れるところだったけど。館長、例の依頼はちゃんと終わった？仕事じゃなくて、この前のホムの大冒険の連載漫画はもう買ってくれた？一人でこっそり読んじゃダメよ。私の帰りを待つように。テレサ・アポカリプス